仮装、炎と森参戦する生徒さん、仮装しますか？私はします。そこで何をしようか悩んでて、いいじゃん、お財布に余裕があれば魔法使いとかアリスとか、本格的に可愛く頑張ろうかと、財布が乏しければ、乏しいでいいのか、貧しい、お金なければってことね、財布が乏しければ着ぐるみでカッパになるか猫耳&尻尾とか、皆さんはどうしますか？また案を教えていただきたいです。というわけでみんな聞かれてますよ、そう、僕らがセルフプロデュースする初の野外ワンマンフェスティバル炎と森のカーニバルでは、ドレスコード特典があります。はい、仮装をしてきてくれた人にはささやかなプレゼント、ささやかーというね、まあ、なんでドレスコードささやかささやか、ドレスコード特典をなんでやったのかっていうことなんですけどね、はいはい、まあ、炎と森のカーニバルは深瀬さんのもうものすごい脳内爆発系イベントなんでね、まあそうですね、爆発系なものですけども、ね、まあなんかこう私服で着て、なんかこうバンド T シャツとかも、まあ、まあちょっと全員そういうのっていうよりも、なんかもうその会場全体がお祭りになってるのがやりたくて、だからまあね、いろんなものがいたらさ、それだけでも楽しいじゃない。お客さんの格好になんかこう酔うみたいなところもあったりするじゃん、例えば花火大会とかもみんな、まあ、浴衣とかで、うわいいなみたいなのもあるからね、でもなんて言ったってね、スタッフの皆さんもね、はいはい、衣装ですからね。そうですよね、全員スタッフ全員100人も全員衣装作ったんですよ。すごいですよ。そうなるとね、そうなると何種類かあったりするしね、はい、しそうそう。でもこのさ、おかえり屋さん、おかえり屋さんはさ、あと2文字くらい言ってあげないよ頑張るって言ってくれてるけど、なんかそんなにやっぱりその仮装とかはできないみたいな人も多分いるじゃん、でそういう子たちのために、物販もあるぞっていうのをね、会場に来てからでも買えますよと、スタッフがみんな着用してるローブとか、あと、なんだろう、なんか耳とか尻尾とかあんのかもしれないし、ね、なんか多分簡単に、仮装できるようなグッズ。あるあるある。用意してますんでね。あるから、それもいいと思うし。それもいい。そう、ね。会場に来てからでもいいし。そう、だから心配することないぞって、心配することない。しかも、せっかくやるんだったら、グランプリみたいなことやろうかなと思ってまあ、競った方が楽しいでしょうね。ね。でも今ね、どうやるか決まってないんだけど、まあ、グランプリ、準グランプリぐらいまで決めようかなと思って。でも、当日決めるか、後日決めるか別として。問題はね、相談なんですけど、商品は何にしようかなと思ったら、その子、その優勝した人を見て、僕が、インスピレーションで曲を書こうかなと思ってるわけですよ。おう、結構大きな発表ですよこれ、はい、まあね、だからその曲を作って、それを手作りの CD にパッケージして渡すというのはどうでしょうか、恋愛の曲とかそういうわけじゃないんだもんね。なんかこう、まあまあ、そう思いがちだけど、あんま決めんてない。でもちょっとギャグになるかなと思ってるけどね、その仮装をイメージ、仮装だったなんて、その写真で決めるからね。そうそう、だからちょっとね、まだ何も考えてないんだけど、グランプリだから相当すごい格好してるんだよね、すごい格好してるから、まあすごいから、何かしらの、楽しいかもね、何かしらの影響、インスピレーションは受ける、ロボットかもしれないし、はい、魔法使いかもしれないし、まあちょっと考える、ちょっと考える、どこまでその子の、まあ、その、ね、これは一つのアイデア、グランプリ特典はまずあるぞっていう、ある、そうですね、その人の、はい、そうです。なんでちょっとね、楽しみにしてください、はい、僕らもみんなの仮装を見るのを楽しみにしてます。はい、Rock, ladies and gentlemen, boys and girls, Seika Owa rocks. Seika no Owari. 世界の終わり、ボーカル深瀬です。ギターの中島です。ピアノの沙織です。伊勢田です。お前らでもお話しましたか。グルーブだっつってな。冒頭でお話しましたか。はい、僕ら初の野外ワンマンフェスティバル炎と森のカーニバルまであと1ヶ月です。はい、今夜も炎と森のカーニバル10月14日月曜祝日、富士急ハイランドアテナで行われる追加公演のスクールオブロックリスナー選考特別予約を行います。はい、みんなメモの用意をしてください。はい、チケットはスタンディング指定席、
どちらも富士急ハイランド入園料込みで6900円。それでは受付番号を発表します。受付番号は0570000980。もう一度言います。0570000980。夜がだから遅いから間違えると結構怒られるぞ。そうだ、2度目ね、はい、これ重ね重ね口をすっぱくしてここは言っとかなければなる前、皆さんに来てもらいたいんだね。はい、さて今夜のセカワロックス、今夜は僕らの新曲を発音エアしたいと思います。はい、ジョ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 だっけ、ジェジェだよ。ノーネンさんに怒られちゃうよ。びっくりだよ今。もう新曲ったらジェジェ、ギョギョギョと被ってしまったのさかなクンさんと被ってしまったから。僕かぶるとかないぐらい一世を風靡してるから。分かんないなら言うのやめなよ言わなきゃって思ったんだよね今。なんでだろうね、ジェ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 ぐらいっていうことですよね。新曲、久しぶりの新曲ですからね。さらっと言ったんですけどね、はいはい、タイトルはデスディスコ。デスディスコ、10月25日に公開されるリアル脱出ゲーム初の映画化、謎解きネママダムマーマレードの異常な謎の主題歌にさせていただいています、はい。こちらなんと主演は、この映画主演はスクールオブロック3周目ガールズの川口春奈ちゃんです。うん、可愛いです。うん、そうですよ、可愛いです。これこの映画ちょっと不思議なと言いますかね、観客参加型の謎解き映画ということになっているんだけども、はい、この映画のために書き下ろしました、はい、これね、はい、参加型というわけでね。そうですよ、みんなもねこの謎解きに参加するわけですよ。はい、でもねすっごい難しかった。読みましたけど、はい、その台本を ね、 本をね読まさせていただきましたが、うん、いやすごい難しい。すごい難しい。正解者いんのかなってレベルなんでしょ。いや本当にすごい、難しい、やばいやばい私は楽しみにしてるからまだ台本読んでないんですけど、はい、いいな。難しいって言ってる2人が今回作詞作曲なんだよね。はい、はい、今回作詞作曲は、はい、作詞深瀬、はい、作曲共作ですかね、まあ、俺と中地に深瀬、そうだね、ということになってます。はい、はい、これどんな経緯で主題歌を引き受けることになったんでしょうか。いや僕ねすっごい興味があったんですよ、リアル脱出ゲームという、前々からね、もうその遊園地からの脱出という、ね、響きにね、うん、もうパーンノックアウトされました。結構前からだよね。そう、それこそ1年2年前、いやもっとでしょ、もっと前だね、3年前ぐらいじゃない、本当出始めたぐらいの時から、うん、本当に出始めた頃から、これみんなで行ってみたいよねつって、うん、ずっと言ってたね、ずっと話してたで、うん、行けたわけじゃないですか。はい、うん、行きましたね、行かさせてもいただいて、ね、謎ビルに行って、はい、渋谷の、ね、人生で一番面白かったわけですよ。あれは楽しかったね、あんな楽しい1時間は、いや素晴らしかった、本当にないっていうぐらい、いや本当に楽しくてですね、もうこれ先超えられないんじゃないかな、もう超えられないんじゃないかな。楽しかったで、ライブとかで今日は楽しかったよっつって、もうそれ謎ビル、謎ビルの方が楽しかったよ謎ビルの次に行って次になってしまうよね、悲しくも、うん、今日は謎ビルの次に楽しかったんだよっていう、だから俺も大体恋人とかできたらデート行ったら今日は謎ビルの次に楽しかったっていう、ね、いやでも本当楽しかったね、あれは確かに楽しかった、うん、謎ビル、まあ、それで楽しい勢いでバーンよ、ダダダーンってことでこうなれましたそういうことだね、協力しましたけど、うん、はい、はい、まあどんなことをイメージして作られた曲ですかとありますけどね、はい、いやいやなんかそうだな、うん、なんか結構話をもらった時に、はいはい、なんか結構何でもいいですよみたいな、まあ、ミーティングした時に思った通りにやってくださいって言われた、はいはいはい、もらったんで、あ、じゃあ指定がないっていうものの難しさもあるし、それはそれでね、うん、言ってもらったらさ、うん、ああ分かりましたってなるけど、うん、指定がないっていうのも逆に大変だったんですけど、うん、だから結構2点3点した、これをきっかけに曲が3個ぐらいできた、3個ぐらいできた結構時間かかったよね、危なかったよね、ギリギリかなり危なかったですね。でそれでまあそうだな、そのなんていうかリアル脱出ゲームってすごいクイズの出し方が特殊じゃないですか、うん、そうだね、で、うん、もう完全な独自のスタイルのクイズじゃないですか、うんうんうん、でそしたらまあ俺にできるその俺独自のクイズができないかなと思って書いたのがデスディスコです。
というわけでデスディスコでした。この曲もともとあれだったんだよね。そのアイデアの段階では歌の入らないさ、はい、インストの曲としてそうなんですよ、イメージでやったからね。まあそれもまた難しかったっちゃ難しかったよね。歌の乗るイメージがないんだって言ってたじゃない。あ、そうそうそう。そこに。メロディーがなんかいらないって言ってた。そうそうそう。言ってたね。うんうん。なんかメロディーがちょっとでも入るとメロディーなんかいらないんだっていう風に作りましたね。まあ、初めにそういう風に生まれちゃうとね、なかなかそういうの受け付けなかったですよ。難しい。難しいですね。そうだよね。この曲は最初、沙織ちゃんにデモを渡した時に、ケチョンケチョンに言われましたからね。いや、なんか私はもっとこういう風に撮ったらいいんじゃないかとか言ったのに、うん、全然撮ってくれなくて、いやもうこの段階で考えてくれっつって、うん、それの態度がムカついたからちょっと喧嘩になった。そうだよ、沙織ちゃんが歌えばいいみたいな感じで、お前が歌えとか言ってね。そう、お前らは二人で作れ、もう知らん俺はっつって、もう出かけるっつって、出かけて、あ、出かけてたんだよ。もう知らねえみたいな。そう、一人で川崎にいましたよ。でその後私とラーメン食ってた。そう、ラーメン食べてたね。あったね。そして中陣が電話があって、うん、やっぱりあの歌ってほしいんですけど。まあだよね。その話よね、中陣と散々してた、うん、まあまあまあちょうどね、揉めましたからね。揉めましたけどね、まあ、ねって、うん、でもね、中陣はあの確かにかなり未熟な段、今ね、その君が最初に持ってきたデモは未熟な段階ではあったけど、はい、ただ俺だったらよくできる自信があるって言ったの、うん、だってその時にあ、そうだよねと思って。そうですよ。それ中陣と俺はそういう関係ですから。いいなと思った。僕がなんか、おい、これ磨く必要あるっていう石を中陣がピューってやると。いや、そう、磨いちゃうんだよ。めっちゃ磨くみたいな。磨き。で、な結局何にも出てこなくても、なんかそこそこの形になるんだよね。うん。だからそういう感じの。すぐ磨いてしまいがちだからな、俺も。いいなと思う。男のロマン的なところに私は、なんか、かませ犬的な感じでこう。いやいや、結構男の満点なとこありますよ。よくね、うん、玉川とか言ってたしね。だって誕生日でね、二人で星眺めてたことあったもんね。あ、ありましたよ。中地の誕生日の日に、俺しかシャンパン持って、流星群見に行かないって言ったの。そうそうそう。で、世の中に寝そべりながらじゃない。あの、河原にね、うん、寝そべりながらさ。うん、はい。いたじゃないですか。寝そべってたらね。あの、耳元をゴキブリが重ねるという事件があって。あれはもう最悪。帰ろって帰ってた。っていうのもありましたからね。ねえ、これは男のロマンの曲ですよ。はい、意外といろいろ。男のロマンの曲ではない。適当すぎるでしょ、それは。いや、男のロマンでできた曲だなぁと思って。まあ、意外と詰まってるものはあるな。うん、まあ、そうですね。っていうところはあります、はい、あんまりなんだろう、僕らにはなかったタイプの曲でしたけど、はい、みんなどうですか、ぜひ感想を聞かせてください。炎と森のカーニバルスクールオブロック、リスナー先行電話予約受付は明日の正午まで、受付番号を聞き逃したっていう生徒はスクールオブロックのホームページにアップしているので、そちらをチェックしてください、はい、それではまた来週この時間に会いましょう。世界の終わり、ボーカル深瀬と三田中島と矢野沙織と DJ ラブでした。校長教頭、僕らのデスディスコどうでしたか。何の仮装で来ますか。あ、何の仮装で来るんですか。ガンダム難しい。白いガンダムと赤いガンダム。赤いガンダム。ガンダムファンごめん。すまんすまん。ごめんよ。